時は3対0 FC 東京が勝利を収めています。さあこの湘南 BMW スタジアム平塚のピッチに登場してきました。ゲームが始まりました。左にエンド黄緑のシャツがホームの湘南ベルマーレ。アダユートン前を見た。中には今高木一枚です。アダユートン得意のドリブルで運んでいく。アダユートン持っていく。アダユートン行く、行ってシュートだー。ここまで持っていってシュートまで行きました。アダユートンです。キャッチは谷。タッチからのボラー、これはインターセプト。内田が運んでいく、そして花が倒れる。ファールなしです。エリアの外ではあったかと思いますけど、ファールなし。後半がスタートをしました。アウェイの FC 東京ボールで後半始まっています。出ればやれますよって誰も言えますけどね、そういうところを示すような試合になるはずだと思うんですけどね。矢島のシュート、そこのこぼれ、アデウト狙っていきますが、いいんじゃないですか。ここはシュート打っていきました。矢島です。田中から、あ、これブロックに行った。高木、そしてアデウトンから中へ、ドが、わあ、もう左でした。中に田が入っていきました。ここはそうですね、高木もここまで出てきましたのでね、オフサイドっぽかったですけどね。最後はそうですね、少し自分の体よりもボールが少しワンタッチでダイレクトで前線に入れてきました。品田からのボールです。矢島の落とし、内田、そして高萩からグラウンダーの速いボール、うん、高川左足。これ FC 東京、まあ、サイドバックは本当に明治大学からというそういった流れがあるクラブです。田川奪った中にアドウィトン、そちらを使ったシュート、均衡を破れました。先制 FC 東京、決めたのはアダユートン。よく田川狙ってましたね。最後のファーストプレーですかね。最後のパスも丁寧に一番シュート打ちやすいところに置くようなパスを出すことができましたね。アダユートンも最後しっかりキーパー見ながらコース流し込みましたね。そうですね、まあ、胸の高さだと一度コントロールしなければいけないのでどうしても時間かかるわけですけども、まあ、高がよく狙ってたということじゃないですかね。ここで長い笛が吹かれました。湘南は3試合連続 0-1 の敗戦、これで4連敗という形になりました。